こちら名古屋競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはステラウエスト、桜ハイスピード。この馬も好スタートを切りました。大隅ダイナー前に行きそうです。グレード勝利それに続いています。さらにはサブリナチェリー11番ステラウエスト、その後ろ月の1番後方からこの辺りで各馬第1コーナーのカーブに入ります。もう一度先頭から見ていきましょう。大隅ダイナー先手を取りました。内からは桜ハイスピード、青の帽子グレード勝利、その後ろすぐ後ろにサブリナチェリープレザント、そのうちに続いています。河内立て男後ろからになりました。ステラウエストすぐ後ろ並んで7番吉野キング、1周目の第3コーナーに差し掛かりました。では前の方から、先手を取ったのは月の1番大隅ダイナー、すぐ後ろ桜ハイスピード、それに続きます。並んで4番グレード勝利、サブリナチェリー、この馬もこのグループ、プレザントすぐ後ろ並んで7番吉野キング、河内立て男、この位置です。最後方にリバー席とは各馬砂煙を上げてかけていきます。もう一度先頭から11番ステラウエスト、レースを引っ張ります。並んで9番マリーバリュー、内からは月の1番、これに続いてグレード勝利、並んで10番サブリナチェリー、この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのは大隅ダイナー、すぐ隣にステラウエスト、その後ろからはマリーバリュー、これに続いてグレード勝利、その隣にサブリナチェリー、内からは月の1番河内立て男、後ろからになりました。すぐ後ろに桜ハイスピード、その外から吉野キング、最後方にリバー席とは各馬砂煙を上げてかけていきます。前の方からもう一度短い直線に入って、後続は届くかどうか。ここで先頭は河内立て男、カバを一気にちきります。2番手はグレード勝利、河内立て男、この馬で決まりか。河内立て男独走、河内立て男ぶっちぎりです。河内立て男1着、2着はグレード勝利、勝ったのは河内立て男。4コーナーカーブから直線コースに向きました。ここで先頭に立ったヤマニンパラダイス、ヤマニンパラダイス先頭、残り 100m、 ライデンリーダー抜けた。ヤマニンパラダイス追いすがります。ライデンリーダー、ライデンリーダー1着、2着にはどうやらエトワール成功、見事に勝ちました。ライデンリーダー、カワチイメージ敗れました。これは掲示板までです。
第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。ここで先頭はリバーガール、リバーガール先頭、2番手はムーンゼット、追いすがる、あと 200m、 リバーガール先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。リバーガール先頭、2番手はオースミブレイズ、リバーガール1着、リバーガール完勝、リバーガール1着、2着はムーンゼット、これは桁外れの強さだ。リバーガール先週の牝馬の G1 に続き、今週は朝日杯フューチュリティステークスです。スピード、素質、そして完成度が問われるこのレース。ここを制して来年の春の主役に名乗りを上げるのはどの馬か。さあ最後は大外枠のセイウンエバート、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。勢いよく飛び出したのはつくばシンフォニー、セイウンエバート。この馬も好スタートを切りました。ビッグバイヤも前に行きそうです。これに続くのがセイウンエバート、好位置をキープしています。ドブルガムフェロー、その外からつくばシンフォニー、その外に石のサンデー、アロハドリーム、そのうちに続いています。その外にサーガシグナル、並んで10番ビッグエンゼル、ナガーシンフォニー、この馬もこのグループ、ヤマニンエベレスト、そのうちに続いています。内からはロイヤルタッチ、その外からフサイチコンコルド、その隣にシンボリアワー。少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。さあ先頭はつくばシンフォニー、2番手はバブルガムフェロー、絶好の手応えです。ビッグバイヤも3番手、さあバブルガムフェロー、このまま逃げ切れるでしょうか。さあいよいよ直線の攻防、先頭変わってバブルガムフェロー、バブルガムフェロー先頭、2番手はフサイチコンコルド、手応えは悪くありません。前を捉えられるか、あと 200m、 バブルガムフェロー先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。フサイチコンコルド、バブルガムフェロー追いすがります。サイチコンコルド、サイチコンコルド1着、2着にはどうやらバブルガムフェロー、見事に勝ちました。サイチコンコルド、バブルガムフェロー2着止まり、しかしなんとか面目を保ちました。
します。